皆さんこんにちは。今日はですね、冬の愛されメイクをやっていきたいと思います。その前にここにゴムがかかってますよね。これインビザラインっていうマウスピース矯正をやっている証なんですよ。なんかマウスピース矯正をやってみて思うのは、可愛い顔に何ついてても可愛いんだなっていうことです。はい、矯正の話はさておき、メイクに移りたいと思います。それでは今日も行きます。メイクスタート。まずは前髪留めます。で、下地を塗っていきます。はい、下地塗り終わりました。キラキラしてるので勘違いされる方がいるかと思うんですけど、これは太陽じゃなくて私の顔です。このピン可愛いんだけどね、髪がサラサラすぎるとすぐ落ちちゃうので諦めていつものこれに変えます。お粉を乗せていきます。やっぱり皆様に太陽と勘違いさせては混乱を起こしかねないので、しっかりと乗せていきます。はい、ベースメイク完成しました。まだもしかしたら勘違いされてる方もいるかもしれないんですけど、これはマシュマロじゃなくて私の顔です。眉毛を描きます。愛されメイクって言っても、そもそも愛されの定義ってなんだろうって思いません？でも私が最高に愛されてる存在ってキティちゃんなんじゃないかなって思うんですよ。で、キティちゃんがなんで愛されてるのかなって思ったんですけど、変わらないからなんじゃないかなっていう。あんなに可愛いキティちゃんのことでも、鼻黄色オツ、丸顔オツ、顔のパーツ小さすぎ www とか言おうと思えば言えると思うんですよ。で、時代によって目が大きい方が可愛かった、ちっちゃい方が可愛かった、いろいろあると思うんですけど、キティちゃんって絶対変わらないじゃないですか。で、もしもキティちゃんが時代に合わせて目がすっごい大きくなってたりとか、鼻がすっごいちっちゃくなってたり、うろたえてる様を見せてたら、あんまり愛されないんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、時代に合わせるのもそれはそれですごく美学を感じるなと思うんですけど、長い目でね、愛されっていうのを追求するのであれば、やっぱりこの確固たる自信、私は揺らがないよ、ミミー、ダニエルっていう感じが大事なんじゃないのかなって思います。なので私の愛されメイクは、一生変わらないであろうこの顔、この顔に少しおまじないをかけるっていう感じかな。そう考えると私はキティちゃんを地で言ってるのかなというふうに思います。これよく聞かれるんだけどね、ちょっとヴィンテージ加工みたいになってて、きな粉の粒みたいなのが可愛いでしょ。このきな粉の粒みたいなやつはね、汚れじゃないから取れないんです。揚げパンみたい、可愛い。ここからはナレーションでおしゃべりさせていただきます。テラコッタカラーのアイライナーで私の美しい目の形に沿ってラインを引いていきます。綺麗な切れ長の目をさらに切れ長に、エクストラ切れ長。必殺技が決まったところで、下まぶたに移行していきたいと思います。今編集してて思ったんですけど、冒頭の私の喋りが寝起き丸出しで声超低かったですよね。ごめんなさい、あまりにも色っぽくて。はい、赤茶っぽい。テラコッタカラーっていうよりは赤茶かな、のアイシャドウを入れたところですね。あ、思い出したかのようにマイマスカラを塗ってます。こういう茶目っ気のあるところがみんなから愛される要因なのではないかと推察しています。矯正してると口が閉じづらくなるので、口元がフグみたいになってますね。かわいい。白っぽいパールのシャドウを上まぶたの中心にトントントンと置いていきます。ラメ感とパール感が綺麗なテラコッタよりオレンジっぽいかな、のシャドウを中央から目尻にかけて塗っていきます。下まぶたにも塗っていきます。本当はブラシがいいのかなと思います。アイシャドウとアイライン完成です。マスカラを塗る横側さえ美しいというのは、もはやあっぱれという以外他ないですよね。あ、ついちゃった。またもやお茶目な姿を披露して皆様の心を魅了してしまい、大変申し訳ございません。下のまつげにも塗って、アイメイクは完成です。ハイライトを富士山のように高く美しい私の鼻の付け根に塗っていきます。ハイライトを塗ってる時ってすごくテンション上がるんですよね。粉自体がキラキラしてるから、なんかティンカーベルの誇りってんだっけ、あのキラキラした粉をイメージできるからテンション上がっちゃうんですよね。はい、前髪くるくるするやつを外したらリップを塗ります。今日のリップはね、ちょっと大人っぽいカラーです。私のこの可愛い唇にはイチジクカラーがすごく似合うんですよ。
皆さんの可愛い唇にはどんな色が似合うんだろう。いちご？さくらんぼ？桃かな？全部似合うか。はい、メイク完成しました。どうでしょう。すっごい綺麗ですよね、このフェイスライン。画面で見るたびに、あ、綺麗だなっていう風に思いますけど、皆さんはどうでしょう。お寿司に醤油、豚しゃぶにごまだれ、私にこのメイクっていう感じで、私の素材が引き立つ最高のメイクができたと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。また次回も楽しいメイク動画を撮りたいと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。